たちを殺そうとする。母は死ぬ。娘の自分たちも殺そうとした。父の敵討ちか。実に愚かだな。愚かだ。そうかもしれない。でも私は父が愚かだと思わない。心の底から愛した人のために命を燃やし戦い続けた父を、私は誇りに思ってる。そんなくだらない感傷のために自分の人生を戦いの渦中に投じるというのか。たとえ居道の運命に狂わされても、大切な人のために、刃を持たぬ人のために、私たちは戦う。死ね、かわせるよ母さん。他の居道族の心臓を取り入れ強くなったって、こんなものなの。所詮借り物の力で私たちにかなわないってことね。この娘が